行われた日本ベジタリアンアワードの授賞式の様子をご紹介していきます。この日本ベジタリアンアワード大賞は私は初めて知ったんですけれども、今年で3回目の開催になるんだそうです。そしてなんと今年は97組ものノミネーターの方々がいらっしゃって、その中から11組もの受賞者の方が選ばれたんだそうです。で、今回のこの動画では受賞者の方々のお話とか、あとは最後にビュッフェスタイルのヴィーガンディナーも振る舞われたりしたので、その様子を撮っていきたいと思います。それではご覧ください。私がベジタリアンになったのは、今23歳の娘が生まれた時のちょっと体調の変化がきっかけだったのですが、ベジタリアン料理をいろいろ実験していくうちにすごく美味しくて、作るのも楽しくて、この料理をたくさんの人に知ってもらいたいと思って10年前にブログを始めました。私の夢はどの店にもベジタリアンメニューが、ビーガンメニューが1品2品があることということを夢見てずっと仕事をしてきております。当店は1991年保健婦である加藤博子先生が、創業されました。保健婦でありますので、乳製品とか五大栄養素をどんどん皆さんに勧めてたわけですが、ご自身がそれで体調は辛い、その後出会ったのが西式高田療法でした。その高田療法をご自身で実践されていくと、みるみる体が良くなったそうです。それを皆さんに恩返しをしたいということで、ヘルシンガイを立ち上げました。医師としてですね、患者と接しながらベジタリアン食というのがですね、いかに慢性疾患、特に糖尿病、高血圧などのですね、予防治療にいかに有効であるか、私に実感してまいりました。特にですね、産科のですね、お母様方はですね、一生懸命ですね、そのメニューを勉強され、今度は退院した後、家族を連れてですね、私の病院にある菜食レストランに訪れるという光景を見ながら、私自身本当に嬉しく思っております。大豆タンパクを使ったハムとかですね、あとはベジタリアン向け の調味料とかフレークカレーとかですね、そういったものが中心となります。よろしければ最後に、はい、今後の御社の展望というか、はい、そういったことを伝えてもらいますか。はい、今後は2020年に、はい、東京オリンピックが開催されますので、それに向けて多くの海外からのお客様だけではなく、それを機会にもっと日本人の方にもベジタリアンというものをもっと知っていただいて、こういった商品をもっと気軽に身近に知っていただけたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、いかがでしたでしょうか。私は小学校の高学年からベジタリアンで、中学1年生からヴィーガンの生活を続けてるんですけれども、本当にこれまでの人生、こんなにたくさんのヴィーガン、ベジタリアンの方々と交流したりお話ししたりする機会は一度もなかったので、いい機会になりましたし、すごく勉強になりました。本当に出席させていただけてよかったなと思っています。で、途中でインタビューにお答えいただいた株式会社カルナーさん の商品についてなんですけれども、例えば大豆ミート、
ってミンチタイプのものがあって、それでハンバーグを作ったり、こうバラ肉タイプで豚バラ丼を作ってみたりとかで、これは乾燥しているもので、水とかぬるま湯で戻して絞って調理に使うっていうものなんですね。でもこういうクイックソイ、湯戻し不要のタイプの新商品も出たみたいなんで、今度ちょっとこれもチェックしてみたいなと思ってます。で、あとはたまたま授賞式の時にお隣に座られていた京都のオーガニックカフェのチョイスさんです。こちらのお店はグルテンフリーかつビーガンのお店だそうで、オーガニックコーヒー&パンケーキとか、あとはまるでチーズのような熟成された味わい、すごいですね、超かわいいし、これがチーズなんだ。で、あとはオーガニックにこだわったフレッシュジュースなども置かれているそうです。で、私この特に気になってるのがチョイスフロマージュって、そのチーズのやつなんですけど、イタリアーナ、スモーキー、ラムレーズン、コト、こんな感じでいろんな種類があって、もうどう考えてもチーズにしか見えないので、どんな味わいなのか本当に今度京都に行った際にはぜひぜひ伺わせていただきたいと思ってます。こんな感じでちょっと最後にご紹介もさせていただいたんですが、またいろいろな情報を動画を通してお伝えしていければと思ってますので、ぜひまだの方はチャンネル登録などもお願いできれば嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。